人から言われる綺麗事が大嫌いで、生きてりゃなんとかなる、頑張ってれば叶うよみたいな言葉が大嫌いで、自分の壁でガードしてたんですけど、今になって考えてみたら、ちょっとは大人の言葉を信じるではないけど、心のどこかに疑っててもいいから置いとく、あの時ああ言われたことって結局こうだったんだなって感じる瞬間がたくさんあると思うので、今の自分を守ることを一番に優先して、少しずつ少しずつ自分なりの強さを見つけていければいいんじゃないかなと思います。フィールドキャスターの皆さん、山内すずです。なかなか、ね、このたくさんの大人たちの前でたくさんの人の前でこう見られながらやるっていうのがあんまりないので、すごい新鮮でした。ダンスは昔から好きですね。それこそこの上半身だけの動きのものもそうですし、体全部使ってもそうですし、ダンスはずっと大好きです。今つけてるのがベルブラウンっていう一番ブラウン味の強いコンタクトレンズになってます。一番王道のブラウンのカラーコンタクトっていうのもありますし、一番分かりやすいというか、本当に私が普段もう黒目の黒の色素がめちゃくちゃ強いんで、なかなか自分の目が茶色っていうのは違和感を基本的に持ってしまうんですけど、これはそんな自分でもすごくナチュラルにつけられて、自撮りした時にびっくりしました。めちゃくちゃ漏れると思って来月が本当にチュルンチュルンのお人形さんみたいなお目目になれて、私これだすごく気に入ってます。これからお仕事の時もそうですし、プライベートでもたくさん使うと思います。私はもう今自分のことがすごい大好きです。もともと結構自分に対するなんかネガティブな矢印をすごい向けてしまう人間ではあったんですけど、本当にいろんな辛い経験をして、たくさん自分と向き合って悩んで考え込んで落ち切って何周もして、でも結果自分のこと大好きだなって受け入れた瞬間に全部が楽になったなって思うので、本当そこからですね、今は本当に胸を張って自分が大好きだって言えるし、今が一番幸せだって思えてますね。私はずっと大人から言われる綺麗事が大嫌いで、生きてりゃなんとかなるだとか、頑張ってれば叶うよみたいな言葉が大嫌いで、ずっと自分の壁でガードしてたんですけど、今こうやって今になって考えてみたら、ちょっとは大人の言葉を信じるではないけど、心のどこかに疑っててもいいから置いとくだけでも成長していく過程で、あの時ああ言われたことって結局こうだったんだなって感じる瞬間がたくさんあると思うので、今が辛い人は今の自分を守ることを一番に優先して、少しずつ少しずつ自分なりの強さを見つけていければいいんじゃないかなと思います。ずっと家で植物を育てたくてガジュマルを買いました。東京に来てから私やっぱ緑が大好きな人間なので、緑がないと落ち着かんなってずっと思ってたんですけど、ちょうど北海道でロケに行った時に可愛いガジュマルを見つけて北海道から持って帰ってきました。だから今家でガジュマル育ててます。毎日ガジューって声をかけながら霧吹きで水やって楽しいですね。これからどん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 植物増やしていきたいなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。